千葉市動物公園は、千葉県千葉市若葉区原町280番地にある動物公園である。立ち姿で有名なレッサーパンダの風太を飼育することで知られる。暴走の魅力500選に選定されている。開園当初から世界の霊長類の飼育、特に絶滅が危惧される希少種の繁殖に力を入れ、また、猛獣を避け、小動物や草食動物、 鳥類などの動物を飼育する傾向にある。小動物ゾーンのレッサーパンダ、風立首都市局公園緑地部が運営する。公園面積339,722平方メートル。飼育動物数は149種701点、哺乳類67種389点、鳥類76種287点、爬虫類5種24点。 両セールに一種一点を飼育している。都市部にあり脱走すると危険なことから猛獣をなるべく避けている。ただし、ライオンは飼育されており、自然に近い彩色ができるように、千葉県内で農業外獣として捕獲されるイノシシを食べさせる都体給仕の導入を準備している。1991年から2014年まで遊園地のドリームワールド併設していた。園内は、 モンキーゾーン、動物科学館、子供動物園、小動物ゾーン、家畜の原種ゾーン、草原ゾーン、鳥類、水系ゾーン、大池の各エリアからなる。中央の噴水広場を中心とし、各エリアが放射状に隣接する構造とし、移動に配慮する。各ゾーンごとに飼育している動物を列挙。水系ゾーンの動物草原ゾーンの動物かつて存在していた。 動物公園内遊園地、ドリームワールドの観覧車園内はバリアフリー化されており、トイレを含め車椅子での単独利用が可能。ありがとうございます。